長原駅に到着しました。これからですね、歩いて向かっていきたいと思います。すごいどえらい階段があります。長原駅の駅舎です。今からですね、川沿いを渡ってですね、キャンプ場に向かいたいと思います。めちゃくちゃのどかなとこですね。風が結構涼しいので、お米がいっぱいできてます。今日風があったんで涼しくてよかったです。本当に本当は自転車借りてこの道を自転車漕いで行きたかったんですけど、なぜ人がいなかったということで、まあ、無人駅なんで、もうすぐ琵琶湖が見えてきます。を曲がっていくとキャンプ場の方になります。こんな感じです。琵琶湖見えました。ちょっと行ってみたいと思います。あ、海みたい。こうやってこの陰でちょっと休みます。いやいや、めっちゃいい眺め。いやー、素晴らしい。めっちゃ海におるような感じします。水分補給。ピーナッツせんべいが有名みたいですね。三津市本舗っていうとこです。明日空いてたら帰りに帰ったらなと思います。マルコ舟をモチーフにしたピーナッツのせんべいっていうことですね。あと15分ぐらいで着きます。ここをまっすぐ歩いていったら奥琵琶湖キャンプ場見えてきました。ちょっと休憩しつつだったんで40分かかったんですけど、多分普通に30分かからないんですかね。 Google 先生の言う通りでした。ここを曲がったらですね、奥琵琶湖キャンプ場に行けます。自然の木の陰っていうのはやっぱ涼しいですね。あ、もうちょっとで着きます。15番サイトに着きました。で、私今ですね、少なめやと思います。これは確か40か50ぐらいしか入らないんで、最近のリーリータップでアリロンダックバリっていうのをですね、ちょっと名前覚えにくいんですけど、今日は金槌を持ってきてないんで、荷物軽減のために石でやってます。いやいや、こんな地面硬いと思わんかった。
山って、山の林間サイト結構硬いとこ多いですね。ちょっと、これから今日。そうです。新調しました。これ、フィールドドアの、結構人気のポールですね。アルミでできてる、結構軽いやつです。今まで重かったんで、結構軽いの選んでみました。半減ぐらいできたと思います、今までの。黒が欲しかったんです。赤しかなかった。しかし、ハエが多いです。あんまりこっちに引っ張りすぎると、後ろの引っ張りが足らないので、ちょっと気をつけたいと思います。意外とこの、なんか、縦長の石、結構打ちやすいです。ここ入らんな。めっちゃ全然入らん。ここをちょっと綺麗にしたいと思います。ちょっと歪んでるんで、もうちょっとまっすぐしなダメですね。出来上がりました。意外とすごくいい感じに出来上がったと思います。まあ、さっきよりですね、結構ピッ。後ろはこんな感じですね。なんかニーモのヘキサライトにすごい形が似てます。まあ、シェルターとしてですね、使えそうですね。さっきよりピンと張れたと思います。こんな感じです。めっちゃかっこいいですね。いや、うまくいったな。テントはですね、前回の笠木でも使ったし、なんか、インナーになるテントですね。あとはグランドシートはこのセリアで買った100均のシートです。これめっちゃ軽いんですよ。で、まあ、100均なんで、まあ、結構適当な使い方してもだいぶ
これ陰って言ってもやっぱり汗は垂れてきますね。あとシャワー浴びに行こうかな。ちょっと手具止めをしときたいと思います。テントとタープの設営が終わったので、ちょっと細かい内装をやっていきたいと思います。まああんま持ってきてないんですけどね、今日も。これですね、クレイジークリークの座椅子。私結構クレイジークリークの座椅子ですね。私結構お座敷スタイルが多いので、これがあったら便利やなと思って、次に購入しました。ロゴがめっちゃかっこいいですね。これあれ、人が座らないとこうなっちゃうんです。ちょっと座ってみましょうか。ああ、気持ちいい。ああ、楽。普通に座るよりやっぱりめっちゃ楽です。ああ、ここめっちゃ山のとこなんで、山からの風が見てきます。これが前回のカサギでも使ったテーブル。まあ、基本座敷スタイルなんで。で、また丸太を持ってきました。丸太と、今日はメスティンの台ですね。台で今日はちょっと、すき焼きを作りたいと思ってます。あとはここ直火が OK なので、焚き火台を持ってきてなくて、まあ、その網とトングですね。で、あともう一個、ニューギアですね。これ、サーマレストのマットです。これ女性用ですね。だいたい重さは 500g ぐらいですね。前持ってたんが 1kg ぐらいあったので、その半分ぐらいの軽さになりました。あとはタブレットと、夜に見るタブレットと、あと、ちょっと時間があったら小説読もうかなと思ってます。で、これ、カズレーサーが絶賛って書いてるんですけど、これ、何の番組やったかたまたま見たテレビで、カズレーサーがこの小説面白いで、ということで、なんか気になったんですぐ購入しました。設営完了。こんな感じでーす。このマット、椅子、こうやってマットにすることもできます。これ、いつものバンキングチェーンですね。ライトに、ラジオに、シェラカップに、あとこれにランタン代わりしたいと思います。で、これが今日の食料。扇風機。今ですね、31度、タープの下で31度で、まあ、湿度67、ちょっと高めですかね。まあ、ただもう31度だけっていうだけでも、影っていうだけで、ただやっぱりまだマシですね、暑さは。こうやって扇風機もつけてます。まだお昼食べてないんで、ちょっとこの後おにぎり食べたいなと思ってます。暑っ。ちょっと琵琶湖の方へ向かってみたいと思います。多分キャンプ場の人たちが湖水浴してるあたりですね。いや、このまっすぐ、おー、めっちゃいい景色。